皆さんおはようございます。おはようございます。昨日から奄美諸島で、豪雨が続いております。今日もその豪雨が心配される渦中でありますので、被災された方々には心からお見舞いを申し上げます。また亡くなられた方もいらっしゃいますので、心からご冥福をお祈り申し上げたいと思います。合わせて、党として、今日災害対策本部を設置をして、小葉健太郎参議院議員を本部長として対応に早急に当たるということをお分かりしたいと思います。またちなみにですね、ヤンバダムの件は昨年来工事が中断しておりました。しかし流域1都9県の関東の知事会の皆さんが昨日その治水だけではなくて利水も含めて改めて再検証した結果、当初の計画の通り2015年までに完成を求めたい、こういう申し入れを政府にいたすということになったそうであります。現地で長い間この事業に関わり、そして完成を視野に入れて生活設計をされていた多くの方々がいらっしゃったわけであります。その点で再検証をして関東知事会がそうした方向性を出したということについて、いつまでも中ぶらりんのままこのヤンバダムの計画を放置しておくということは許されないと思います。ぜひこの申し入れの内容を尊重して早急にその流域の人々の視点で結論を出していただきたいと強く望みます。もう一点は鳩山前首相の資料について国会で再三論議をしてまいりました。私自身も党首討論で資料を提出して説明をされたいということに対して、刑事裁判で資料を提出しているので終わってから資料を返還を求めた上でそれを提出説明をすると、当初はそういう答弁でありましたが、次の党首討論ではそれを翻して説明する意思はないと、こう言って、前言を翻すという、そういう不誠実な対応を取りました。またさ、昨今の報道によりますと、大口議員がその裁判所に提出する資料、これは通常であれば控え、コピーを保存しているはずだと、弁護士にも確認をして、したのかということについて、鳩山総理は、弁護士に確認をしたと、そしてコピーは持っていないという答弁をしたわけでありますが、しかしそのコピーが保存されていたという報道がなされているわけであります。これに対して昨日国対野党の国対委員長の方から民主党に対してきちんと調査をして報告すべしということを申し入れました。誠実な調査をして民主党としての説明責任、そして自浄作用を発揮していただきたいと思います。そうした誠実な対応がないならば、前首相が再三にわたって国会で虚偽の答弁をしたということになるわけでありまして、この点は極めて重大な問題を含むと思います。その報告の内容を待ちたいと思いますが、遺憾によっては偽証罪の裏付けを持った国会での自浄作用の発揮を求めると、こういう事態になりかねないということも視野に置きながらきちんとした報告を求めたいと思います。以上であります。